さっき私が前田さんの話をするってどうしてわかったの？ああ、それはエスパーだから。うっぷぷぷぷ、理論の結論が出たみたいですね。ではそろそろ投票タイムといきましょうか。お前らお手元のスイッチで投票してください。これ犯人が分かったところでね、その人がこれから死ぬって思ったらなんか嫌じゃない？念のために言っとくけど、必ず誰かに投票するようにしてくださいね。こんなつまらないことで罰を受けたくないでしょ。はい、では張り切ってまいりますよ。あー、もう投票の結果、本人的にはすごい絶望やしね、周りも嫌な気持ちだわ。その答えは正解なのか正解なのか。さあ、本人以外きっと満場一致よ。何これ、結果発表。はい、きたー、ギルティー。もうこれで正解、有罪ってこと？あらら、大正解。今回前園さやかさんを殺した黒は桑田レオンくんでした。はい、これで処刑されるの？ちょっと待てよ、桑田くん、本当に桑田くんが前田のさんを殺したんだね。そんな、何やるが。どうしてそんなことしやがった。いや、だって正当防衛じゃないのかい。仕方ねえだろ、俺だって殺されそうになったんだ。だから殺すしかなかったっつうか。お前らだって一歩間違えればこうなってたんだ。たまたま俺が前園に狙われただけで。まあね、完全に攻める方向にはいかん気がするけど。おいおい、それともおとなしく殺されてればよかったってのかよ。でも結局ここで殺されてしまうよね、悲しいことに。これではっきりした、僕たちの出した答えは正しかった。それがどうしたって言うんだ。むしろ間違っててくれた方が僕は救われたのかもしれない。だって今の推理が真実だとすると、前園さんが僕を陥れようとしていたことも真実ということになってしまう。だけど、たとえそうだとしても、それでも悪いのは前園さんじゃない。すべての元凶は、あの映像のせいだ。僕でさえ気が動転してしまうような内容だった。当事者の前園さんだったらなおさら。まあ、確かに追い詰められて、殺して出ないとってなったんかな。元から、そんな過激な子ではなかったんかな。こんな場所に閉じ込められて出られないなんて、きっと仲間も待ってるのに。どうしてだろう？私にはこんなことをしている余裕はないのに。確かに殺される直前になんか様子おかしかったよね。何よりも大事にしていた夢と仲間、その仲間たちのあんな映像を見せられて、それで前園さんは、私、夢を叶えるために今まで何でもしてきました。嫌なことも含めて本当に何でも。で、今回はその嫌なことっていうのが殺人やったわけやね。だから前園さんは自分の大切な仲間のために僕を裏切った。だとしたら前園さんのあの言葉は、苗木くんだけは何があってもずっと私の味方でいて。自分が犯人やと分かってもかばってくれよってことか。最初から僕を騙すためだけに、僕を利用するためだけに、前園さんは僕に近づいたのか？それはもうわからない。彼女の気持ちを聞く術はもうないから。死んでしまえば全てが終わりなんだ。それにしてもさ、やっぱ芸能界って怖いんだね。たかが人間関係をきっかけに人を殺そうとするなんてさ。ドキドキ。あんなに綺麗で性格も良そうなのに、裏の顔は狂気に満ちていたんだね。なんだって？でもこれさ、死んだやん。その外の世界での仲間たちの現状とかわからんもんなんかな。わかるよ、わかる。うんうん。自分を裏切って前園さんに絶望しているんでしょ。愛情、友情、同情、
情が強ければ強いほど、それが崩れた時の絶望も大きくなるもんだしね。ふざけるな。全部お前のせいじゃないか。めっちゃ嬉しそうやな。前園さんがあんなことしたのだって、全部、お前のせいじゃないか。僕は無我夢中でモノクマに飛びかかった。だけど。やめておきなさい。そんな僕の腕を、キリギリさんが強く掴んだ。強く、後が残りそうなほど強く。落ち着いて。一応この子はこの子なりになんか自分の中で思うことはあるってことかな。今はやめておきなさい。本気で彼女の仇を討ちたいならね。ドキドキ。ぶん殴られるのかと思っちゃった。だけど、命拾いしたな、おい。はい。てなわけで、学級裁判の結果、お前らは見事に黒を突き止めましたので、今回は黒である桑田レオン君のお仕置きを行います。お仕置きって。まあ、お仕置きして、はい、終わり、じゃなくって、命終了って感じじゃない？処刑でしょうね。ちょっと待ってくれよ。俺は仕方なく殺しただけなんだって。そうだ、正当防衛じゃね。俺は自分の身を守るためにとっさに。よろしいですか。あなたの行為のどこが正当防衛なのですか。うん。あなたはシャワールームの鍵を壊す際、自分の工具セットを使ったのですよね。つまり彼女がシャワールームに閉じこもった後、あなたは一度わざわざ自室に帰り、そこから持ってきたドライバーで鍵を壊し、とどめを刺したのでしょ。お分かりですか。その間何度も立ち止まるチャンスはあったはず。でもあなたはそうしなかった。あなたに明確な殺意があったからではないですか。だから、まあでもね、放置しとったら次に会った時には殺されるかもしれんしね。もういいよ、もうやめようよ。何？よろしいのですか。前園さんはあなたと一番仲がよろしかったのでしょう。その大事な前園さんがこの人に殺されてしまったんですよ。僕は桑田くんだけを責めるつもりはないよ。もちろん前園さんを責めるつもりもない。一番の原因はね、モノクマなわけやけど。だってさ、悪いのはあいつじゃないか。は？にゃっこ、どういう。お前がいなければ前園さんも桑田くんもこんなことにはならなかったんだ。僕らが戦うべきなのは仲間同士なんかじゃなくって、こんなことを仕組んだ黒幕ただ一人なんだ。とは言ってもこの後も続くんでしょ、殺人。あらやだ、目覚めちゃったの？正義感に。あのね、正義感ほど非道徳的なものなんてないんだよ。正義なんて振りかざす連中がいるから戦争だってなくならないんだよ。ほん。君はそんな正義感に目覚めちゃったと、そういうわけ？うるさい。まあいいや、そんなことより、ワクワクドキドキ、さっさと黒のお仕置きを始めちゃおうか。みんな待ってるんだしさ。頼むよ。やめてくれよ。こらこら、処刑シーン見えるんかな。言い訳めよ。秩序を乱したら罰を受ける、それが社会のルールでしょ。秩序を乱したのは相手なんだけどな。やめてくれ。スペシャルなお仕置きをやっぱ高校じゃねえや、やっぱ野球に関係する感じのお仕置きなんかな。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。いやだ。めちゃくちゃボールが飛んでくるとか。桑田くんが黒に決まりました。お仕置きを開始します。お仕置きドット絵で過ぎてくんかと思ったら違うんやね。なになになに、怖っ。もうそれだけで死にそうじゃね。首、うわ、ほらこれでボールがボコボコに飛んでくるんやない。ボールどころじゃないな。え、ボールどころじゃないよね、あれ。え、ボールか。ひー、うわー、これミントいかんの嫌やね、仲間たちも。でもこれってさ、もし仮にこれで死なんかった場合はどうなるん。
それで死なんかった場合はそのまま引き続き参加できるんかな。したくないやろうけど。まあ、でも死ぬよね。なんでモノクマまでびっくりしとった今。血が。僕らが目の当たりにしたもの、それは絶望。これをそう呼ばずして何と呼べばいいのだろう。なんかさ、一気にバサッと言ってくれるんならいいけどさ、まあ、お仕置きっていうぐらいやけん、あれなんかもしれんけど、じわじわ殺されるの一番嫌やんね。アドレナリンが染み渡るー。何よこれ。もう嫌だよ。こんなこと、これからも続けなきゃいけないの？もう嫌だよ。それが嫌なら、きっぱりと外の世界との関係を断ち切って、ここでの一生を受け入れるんだね。お前らにそれができたらの話だけどね。うぷぷぷぷ。まあでも確かに完璧にもう外の世界を諦めたら、この中では平和に暮らしていけるんやろ。まあでも一人でも外に出たいと思ったらもう終わりやけどね。こんなことして何が目的だ？なんだよ。目的って、そんな人を悪の秘密結社みたいに。はにゃあにゃ。いや、この場合はクマを悪の秘密結社みたいにか。どうでもいい。なぜ善良な市民である僕をこんな目に遭わせるのですか？あのね。だからさ、常識では考えられないことを常識で考えようとしてどうすんの？それって体重計で長さを測るようなもんだよ。まあできなくはないだろうけど。できるの？ほらほら、まるで話が噛み合ってないですがな。どこの誰だか知らねえが、絶対ぶっ殺してやるからな。そんなに怒っちゃって僕が憎いんだね。でも僕を憎むのはお方違いだよ。今の殺人だってお前らが出たいなんて思ったから起きたんでしょ。いつまで経っても外の世界に未練を断ち切れないお前らが悪いんじゃん。当たり前じゃない。いきなりこんなわけのわからないところに閉じ込められて。でもどうなんやろ、普通の感覚やったらどう？一回こういうの見せられたらさ、じゃあおとなしくしとこうってなりそうよね、普通なら。閉じ込められてね。でもこの学園謎を全てを知った時、お前らは間違いなくこう思うはずだよ。ここで一生暮らせるなんて幸せだってね。どういうことなんやろ。ねえ、ずいぶん意味深なことを言うのね。さっきもそうだけど、ワクワクドキドキ。さっさと黒のお仕置きを始めちゃおうか。みんな待ってるんですさ。ねえ、あなたが言うみんな、それって誰のことかしら。さてね、僕から言えるのはここまでだよ。楽しみや後にも取っておかないとね。でもまあ見せ物になっとる感はあるよね。どっかでなんか誰かがモニターで見ようやないん。そしてモノクマは姿を消した。でもこの学園で暮らしてるなんて幸せだみたいな思うってことは、ここにみんなを拉致してくるために家族とかをひどい目に遭わせたわけじゃなくって、そもそもモノクマたち関係なく、なんか世界が滅亡しよるというか、世界が崩壊に向かいよる中、このメンバーだけはなんかモノクマたちに助けられたとか、そういうことやったりはせんかな。わからん。この悪夢のような現実に打ちのめされた僕らだけを残して。でもありそうじゃない、なんかそういうの。モノクマから解放された後も僕らはしばらくその場を受けずにいた。いや、しばらくなんていうには長すぎる時間だったかもしれない。きっとみんな怖かったんだと思う、一人になるのが。もうこの後ささって解散して自分の部屋に行くできんよね。ああ泣いてる。誰も口を開こうとしなかった。みんな鎮痛の面持ちのまま黙り込んでいる。だけどそんな時だった。ちょっと。ん？彼女は僕のそばまで歩み寄ると耳打ちするように語りかけてきた。苗木くん、戻る前にあなたに話しておきたいことがあるの。
前園さんのことでしょ。よくわかったわね。ね。学級裁判の前、私はあなたに言ったわよね。この事件の謎はあなたが突き止めるべきだって。前園さんの裏切りを僕自身に気づかせようとしたんだよね。騙されてるとも知らずにママと信じて容疑者になったバカな僕自身に。そうね。確かに前園さんはあなたを陥れようとしていた。それは紛れもない事実。でも彼女は最後まで迷っていたはずよ。だからこそ死ぬ間際にあなたのことを考えていた。あ、なるほど、こういう感じね。あれやん、逆転裁判でもさ、なんか真犯人発覚してその後になんかちょっとした救いみたいなものがあったりするやん。そういうやつ。死ぬ間際に僕のことを。そんな適当なこと言わないでよ。そんな確かめようがないこと、もう前園さんに聞くわけにもいかないんですさ。だけど彼女に聞けなくても推理することはできるはずよ。なんなんやろ、逆転裁判って大体救いの部分も分かりやすい感じやけど、全然分からんねえけど。これ彼女が最後に考えたのはあなたをどうやって助けるかだったはず。ん？それは彼女が最後の力を必死に振り絞ってダイイングメッセージを残したのがその根拠よ。あ、まあ、確かにそのまんまにしとけば部屋の主が一番怪しまれるやろうけどね。わざわざ名前書いたってことはちゃんと本当に犯人を告発しようとしたってことやもんね。あなたがどうなっても構わないならあんなメッセージを残したりしないはず。そんなの自分を殺した桑田くんに仕返しをしたかっただけかもしれないじゃないか。確かにその可能性もあるわ。だけど私の考えは違う。とにかく彼女は迷っていたのよ。あなたを騙すこと、そして人を殺すこと。だからこそ彼女の計画は失敗してしまった。彼女の迷いが失敗を引き寄せてしまったのよ。じゃあまああれか、最初から足を割る女っていうわけではなかったわけやね。そう、この環境がそうさせたってことやね。皮肉な話だけどね。どうして僕にそんな話をするの？あなたは乗り越えられる人間だから。前園さん役桑田くん、仲間たちの死を乗り越えて先に進める人間だから。そう、そういう人間でなければこの極限状態を打破することはできないから。仲間の死を乗り越える、そんなの僕には無理だよ。この状況で次殺人起きるかねえ。一番最初にもう犯人がそのまま捕まって罰されたわけやん。自分も罰されるっていう恐怖しかない気がするんやけど。だから僕はずっと引きずっていくよ。乗り越えなんかしない。前園さんの死も桑田くんの死もずっとずっと引きずっていく。みんなの思いを引きずったまま前に進むんだ。乗り越えるのよりずっと大変な道を選ぶのね。でも期待してるわ。そう言いながら彼女は小さく笑った。ここはさ、なんか全く死ななそうというか、死んだとしても一番最後、主人公を除いた一番最後とかになりそうな気がする、ね、内木くん、ついでに聞いておきたいんだけど、さっき私が前野さんの話をするってどうしてわかったの？ああ、それはエスパーだから。高校級のエスパーってこと？え？冗談、ただの勘だって。第一章、生き切る。多分冗談じゃないよね、今の。生き残りメンバー12人。ねえ、ちょっと、もう一人死んだあそこは、なんかすんごいなかったことになった感がすごいんやけど。ねえ、裁判中も一回も話題に出んかったけど。プレゼント絶望バットを獲得しました。プレゼントメニューで確認できます。嬉しくないプレゼントだな。はいはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ちょっと待って。でも次なんか事件が起きてまた裁判
それとももうすでに起きてるあの女の子の裁判をまた次するんかな。なんかね事件2つ起きてるけん、まだ1人殺人犯おるんよね